夢タウンは、マセンは、熊本県熊本市南区に位置するショッピングセンターである。国道266号熊本浜線バイパスと国道57号熊本東バイパス沿いに立地している。もともとはニコニコ道が、クリスタルモールはマセンという名称で運営していたショッピングセンターである。ニコニコ道が1998年2月20日に、 クリスタルモールはマセンとして開業したのが始まりである。1999年9月にはニコニコ同直営の売り場を増床し、ホームファッションに鳥の商品を導入した家具売り場を開設するなど営業力の強化を図った。しかし、運営母体であったニコニコ動画2002年4月9日に熊本地方裁判所に民事再生法の適用を申請して事実上破綻。そして、 同年6月11日に同社が、泉の支援を受けて、経営再建をすることで合意し、その一環として、大型店4店を譲渡することになった。この合意に伴い、同年7月から、夢タウン熊本がその4店舗を沈借して、運営することになったため、当店の運営も同社に移管されることになった。その後大規模な改装を行い、2003年10月23日に、 夢タウンワマんとして、新装開業した。競合する、ダイヤモンドシティクレアが2005年10月10日に開業し、その影響を受けて、当ショッピングセンターの売り上げは減少した。しかし、ダイヤモンドシティクレアの開業後も、熊本県南部の大型ショッピングセンターの中でも、夢タウンワマんが、最も集客力がある状態を維持し、熊本県内の郊外型ショッピングセンターの、 集客範囲は店舗の近隣がほとんどとされている中では、夢タウン光の森に次いで広域からの集客する郊外型ショッピングセンターとされている。2006年3月にシネマコンプレックス棟を増設して、東方シネマズはませんを、本館とシネマコンプレックス棟の間に、レストラン棟を開設して、同年7月には1階の新レストラン街を、同年12月13日には、 レストラン胸2階の物販フロアを各々開設するなど大規模な施設の増強を行った。また、シネマコンプレックス胸を増設した際に、同館2階に家電量販店を招致し、2008年には家電胸を新設してベスト電気を入居させることになった。2010年にはアウトレット J が出店したほか、4月16日にユニクロが当時としては、 熊本県内最大規模の店舗を出店し、売り上げがダイヤモンドシティ、クレアの開業前の水準まで回復した。2011年2月当時の外観出店テナントの詳細は公式サイト、ユメタウンはマセンフル案内を参照。なお2018年1月から3月時点において、ロフト、赤ちゃん本舗、オートやペッパーランチについてはユメタウンは マセンに入居している店舗が、熊本県内で、唯一の出店となっている。熊本バス桜町 BT2 番乗り場水道町、九本寺、中央病院経由 P4 から1、中野瀬社庫行き、または P4 から2、イオンモール熊本行き参考バス桜町 BT25 番、乗り場計1から5、県庁、中央病院、再生会病院経由川尻り町、 松橋参考域平日のみ運行、本数消灯バイパスライナー。ありがとうございます。